教えと旅する男、江戸川乱歩。この話が私の夢か、私の一時的狂気の幻でなかったなら、あの教えと旅をしていた 男こそ狂人であったに相違ない。だが夢が時としてどこかの世界と食い違った別の世界をちらりと覗かせてくれるように、また狂人が我々と全く感じ得ぬ物事を見たり聞いたりすると同じに、これは私が不可思議な大気のレンズ仕掛けを通して一刹那この世の視野の外にある別の世界の一隅をふと隙見したのであったのかもしれない。いつとも知るある暖かい薄曇った日のことである。その時私はわざわざ魚津へ蜃気楼を見に出かけた帰り道であった。私がこの話をすると時々お前は魚津なんかへ行ったことはないじゃないかと親しい友人に突っ込まれることがある。そう言われてみると私はいつの何日に魚津へ行ったのだとはっきり証拠を示すことができぬ。それではやっぱり夢であったのか。だが私はかつてあのように濃厚な色彩を持った夢を見たことがない。